さあ、ということで、今、御堂筋に来てるわけなんですけども、うん。なんで御堂筋を歩いているかと言いますと、はい。ね、松本さん。うん。何でしたっけ？今からですね、はい。金龍ラーメンに行こう。第2弾です。なんで取れたかあろうもん。美味しいけど。金龍ラーメンじゃないのか。美味しいけど。違いますよ。うん。違います。声優のオーディション。やりましたね。声のね、やつ。ジャニーズ式応募、ね。そう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 。渡辺さんが応募してくれて。はい、応募しまして。はい。時事審査。はい。通りました。ありがとうございます。そんなことがあるんですか？何でも通るやろ、あれ。別に。いや、難しいですよ。難関を突破しまして。何でも。いやー、よく。NSC ぐらいザルなんじゃないの？いやでももう20万ぐらいの応募の中からもう多分30ぐらいに絞られてるかもしれない。もうめちゃくちゃ才能やん。じゃあもう才能な、何を送ったんでしたっけあれ。一応なんかこう台本みたいなのが送られてきて、なんかあのナレーション、はい、ナレーションみたいなやつを読んだんやったっけ。そう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 、ね、まあその中から選んでもらってね、うん、で、それを、まあ、送って、うん、じゃあちゃんと合格しましたっていうのを。すっごい歌ってる。はい。綺麗な声。頑張ってほしい。うん。で、受かりまして、うん、今からですね、2時。見て。グリコ。わお、わお、ええって。で、今から、はい、二次審査ということで。二次審査なの今日。そうですよ。二次面談です。ほうほうほう。はい。で、この時に。実際に、はい、その、企業の人に、はい。会いに行くっていう感じよね、今から。そうです。それで、まあ、別に用意するものは何もないと。うん。で、一次審査の、うん、まあ、声の、うん、感想、言ってくれるみたいです。自分こんな感じやったよみたいな。まあまあ、ね、まあまあ、ええもん持ってんちゃうとか。全然あかんわとか。あかんわとは言われへんと思うけど。じゃあなんで読んだんですか？直接言いたかったからです。怖っ怖っ。あ、だからなんか面談があるんやね、今から。そうなんです。うわ、めっちゃ緊張してきてんねん、今。いや、ほんでさ、うん、これ問題がさ、はい、僕の名前一切出してないんでしょ？出してないです。それが問題やねんって。いやでも、大事なのは声ですから。声なんですよ。いやいや、そうやねんけど、だから。奴らが欲しいのは声なんです。その、説明せなあかんやん。あ、説明ね。渡辺俊で言ってるけど、はいはいはい、はい。本当は松本直哉でした。はい。っていうのと。あ、言うべき時は、多分、ここかもしれないんで、やっぱり。その、ジャニーズ面談。じゃ、ほんま渡辺さんってさ、はい、そういうとこ、マジで、なんか、うん。逆に気、めっちゃ気も座ってるよな。大丈夫やし、そんな、みたいな。俺逆にめっちゃ心配性や、そういうの。そうね、怒られへんかなとか。いや、怒られないんですよ。で、渡辺さん、え？一緒には来てくれるやんな。いや、付き添いで行きますよ、全然。中には入ってくれるやん。付き添いで、はい。お願いします。彼です。はい。それはもちろん。いや、そうやな。それやったら安心。うん、その一人で行ってこいやったら、ちょっと、エグすぎるから、え、そんな、帰って来られへんと思ってんの？いや、その、怒られそうっていうか、その、気まずい、普通に。そう、俺も、分かってないのに、今日面談の予約してた渡辺俊なんですけど、うん、はい。実は、それは渡辺俊じゃなくて、うん、僕、松本直哉なんですって、いきなり言われても、向こうの人意味わからんやん。でも、合格したのは松本直哉の声なんで。全然あれですよ。そんな臆することなんか何もない。そうか。そう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 。頑張るわ。うん。ということで。はい。もうすぐ着きますので。はい。はい。じゃあ実際どうなるのか。うん。はい。またおいおい。追って。また収録します。おいおい。まだいつか。まだいつか。はい。ちょっととりあえずじゃあ行きますか。行きましょう。はい。はい。はい、お疲れ様でした。終わりました、今。終わりましたか？二次審査。
いや、長かったですね。めちゃくちゃ長かったな。1時間半ぐらい。1時間半やってた。やってました。どうですか、手応えは。いや、あのさ、その、はい、でも一悶着あったやん。そう、やっぱ名前が違うっていうので。まあそうですね。一応向こうもええみたいな。混乱してて、みたいな。はいはい、渡辺じゃないみたいな。はい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 。ええみたいな。で、なんか向こうの人が、うん、その審査してくれる、なんかまあまあ、人が、うん、社員の人が、うんうん、めっちゃええ人やってんけど、うん、上に確認して、うん、まあどう、なんでそうなったのかの経緯だけ聞いといて、みたいな。はい、はいはいはい。で、まあ全部説明して、うんうん、で、それはもう OK です、みたいな。わかりました、みたいな感じで、はい、納得はしてくれて、そうですね。で、そっから話、なってんけど、はい。はい、もう要はそっからね、だいぶもうなかなか帰ってこへんから、そう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 。もう仕事してんのかなと思って。この二次審査、一次審査のその結果、はいはいはい、はい。その総評、はい。とかの前に、はい、うんうん、どういう会社なのかとかいう説明がめっちゃあったんよ。うちの会社はこういうことをやってます、そう、そうそう、その声優とか声の、はい。斡旋をしてるっていう会社、うんうん、名前は出せへんけど、うんうん、出してないやんな、出してない、出してない、出せへんけど、うんうん、まあ俺がもう簡単に言うと、うんうん、率直に言うとめちゃくちゃちゃんとしてる会社やわ、はい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 、めっちゃちゃんとしてる、いいですね、怪しい会社とかではない、うん、もうなんかレッスン料もらってどうこうとかじゃなくて、いやいや、その悪徳な感じじゃなくて、はいはいはい、その関わってる人たちが、うんうん、とんでもない人ら、すごい、いろんなアニメのプロデューサーさんやったり、うん、はいはい、声優さんやったりとかっていう会社で、はい、うん、で立ち位置を説明すると、うん、めちゃくちゃ難しくて、うん、事務所じゃないねん、そういう所属タレントがいてるわけではなく、所属させるわけじゃなくて、うん、あくまで副業というかフリーランスで、うん、一般の人もそういうのをやりたい人、うん、興味ある人もできるよみたいな、でお仕事紹介するよみたいな、なるほど。会社。仲介業者や。そう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 。はいはいはい。なんかそれ、なんか例えでライザップ。うん。ライザップ出してたな。なんかその、やりたいことコミットするみたいな。うん、なんかもうすごい、なんか、なんやろ。専属のトレーナーがいて、ま、マルチ商法の説明の仕方みたいなんで、ぶわまくし立てられてる。いやいやいや、いや詐欺じゃないんだ。全然違う、全然違う。しっかりした会社で。言ったら、はい、声優さんになるにあたって、うん、声優さんっていうのは、うん、やっぱ修行期間が 4年いると。ほう。デビューするのに。学校2年行って、はいはいはい、事務所のオーディション通って、はい、で事務所の養成所に2年かかる。うんうん。ほんで、結局、やめちゃうみたいな、みんな。もう、仕事にならず。そう、ほんで、学校っていうのは、声優の学校っていうのは、うん、もうみんな一緒くたに授業をするから、うん、同じような奴らが育ってまうみたいな。はい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 。んで、それがプロの世界に入って、うん、オーディションを受けた時に、うん、1年目2年目とか、その、養成所のコーラっていうのは、みんな同じ感じやねんって。あ、まあ漫才師で言うたらその年の M1 でちょっと流行ったやつをみんなやるみたいな、はい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 、だ同じ設定ずっと見せられた、オーディションやってもアニメの、うんうん、同じ設定ずっと見せられてるみたいな、あ、コンビニの店員の設定ばっかりやみたいな、全くあの個性がない、そう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 、はい、そこそうなんですよ、うん、個性、社員さんやってるやん、向こうのやっぱ俺ら芸人もそうやけど、うん、人って大事やん。そうですね。どういう人なのか、ね。どういう人なのか。で、どういうスタイルのネタなのかとかっていうのを見つけるまで時間かかるやん。はいはいはい、っていうのを、うん、が大事やと、うん。そういう業界では、はい。やっぱどこの俺らもそうやけど、はい。で、その会社は何をするかというと、うん、養成所とかみたいな教え方はせんと、うん、もうキャラクター、うん、個性みたいなのを、うん、もう見つけてまう先に。はいはい、こういう人です、こういうのが得意です、うんうん、こういうのしたいですっていうのを、うんうん、そのプロデューサーの人とか、うん、いっぱいそのつながってるアニメのすっごいアニメの人がいっぱいおったよ、うんうんうん、その人らと一緒に、うん、もうマンツーマンみたいな感じでやって見つけて、うん、でそれを武器に売り出すみたいな、うん、なるほど、もう一個飛ばすみたいな、一個か二個ぐらいはもう飛ばして、そうそう、だから先にキャラは自分はこういうやつやみたいなのを作っちゃうみたいな、はい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 、っていうことらしい、だから、うん、オーディションをしてるんですみたいな、うん、この一次選考二次選考みたいな、うん、養成所みたいに応募してきて学
人全員取るみたいな、うん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 、学校みたいに取るんじゃなくて、うん、精査するみたいな。その中で松本さんがこの声を取ってそれが向こうに響いたわけですね。この子は個性があるとってなるやん。はい。でそれはもうみんなに言ってるんでしょって思ってたん、うん、俺。あら、わからんで、ほんまかどうかわからんで、うんうんうん、で北海道から沖縄まで、うん、全国で毎月、はい、毎月4万人を応募あんねんて。はあ、やっぱりこう手軽にできるから。そう、はい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 、もう4万人ぐらい応募があって、うん、一次審査通ったのが、うん、3000いくかいかんかぐらい。あっ、こやりましたね。え、これほんまやったらえぐい。これほんまやったらえぐいよ。いや、でも信じていいんじゃない。いや、これほんまっていう感じ、うん、で、だから、うんうん、そういう作業をするから、うん、めちゃくちゃ絞るんですみたいな、はい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 、感じやったのよ、うん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 、っていうことをやってる会社。まあ、とりあえずその会社の説明がそういう風にあって、うん、ほんで、うん、そっからその一次審査、俺がこの間動画で上げたさ、はい、ナレーションのやつ上げたやんか、はいはい、ほんでそれを審査してくれたプロデューサーの人からのコメントがあったのよ、うん、はい、お聞きたい。で、そのコメントが、うん、文じゃなくて、うん、ビデオやってん。どういうこと？どういうこと？なんかパジャマみたいな、なんか、うん、普通の小太りのおじさんが、自撮りで、で、小太りのおじさんや、と思ったんやけど、コメント、普通はコメントだけですよね、うん、要は。動画をわざわざと、その小太りのおじさん。うん、あんま言ったらあかんな、その小太り。いや、別に。いや、ほんま、いや、パッと知らんから、だって。そうやな。おじさんがパーンって映って、うんうんうん、で、聞いたら、うん、そのおじさんは、うん、ヤッターマンからキャリアを始めて名探偵コナンとか、うんうん、いろんなもうみんな知ってるアニメ、え、もうバレるんじゃん、そんなバレるよな。いやいや、に携わってる人。ああ、もう大ベテランというか、もういっぱいおんねん、その審査するそういうおじさんたちがいっぱいおんねん、プロデューサー。でも第一線で活躍してるってことですよね。そう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 、の人が今回俺を見てくれて、うん、一番だからその動画も、うん、渡辺俊様って渡辺宛てに来てるから。まあまあまあ、それはね。そこはもう、うん、あの松本さんに言ってますんでってその人も言ってた。社員さんも言ってた。それはな、うん、それは、うん、で一番最初なんか、渡辺俊ですみたいな自己紹介したやんか、うん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 、その時の声も、うん、とりあえずめっちゃ褒められたわ。おお、それこそなんていうか、だっけ、ちゃんと間違えない人がコメントしてますよっていう意味も込めて、やっぱ動画で。動画で、ちゃんと証拠出してるんやと思う。なるほど、そういうことだよね。だから一番最初の自己紹介の時も、うん、すごく、うん、通る声で、うん、すごくいいですみたいな。はい、で、はい、そのナレーションの文を読んだ時に、うん、普通の喋ってる声もいいけど、その中でパッと明るくなって、みたいな。うん、通る声で、みたいな、うんうん。滑舌もいいし、みたいな。はい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 。ものすごいいいです、みたいな。うん、なんかほんま、うん、そのおじさんは俺のこと素人というか、うん、普通の人やと思う。まあ、普通の人やろね。普段声張り上げてる仕事してるとは思ってはないから、うんうん、一般の人やと思ってるから。すごい逸材みたいな言い方されたわ。はい、あ、いや、そこまで言ってないけど、うん、なんかまあすごいですみたいな。でもそういうニュアンスで言ってくれたよね。で、ちょっとダメ出しする。めちゃくちゃ贅沢。うん、もういいんやけど、みたいな。うんうん、贅沢は素人の、俺も言ったら素人やから、そんな。うん、まあね、声の仕事に関しては。だから、めちゃくちゃ贅沢を言うんやったら、うん、もうちょっとその、気持ちテンポ落としてもいいかな、みたいな。はい、はい、はい、はい。ちょっと早くなるところがあったから、うん、うん。あ、そうなんや、とか思いながら、ええとか見て。いいじゃないですか。そうそうそう。うん、全然、悪くないですね。っていう風な、うん。総評を受けたわ。はあ。で、あれですよね。またこの個人的な、まあ、パーソナルのこと聞かれてっていう感じですか。そうそうそう、芸人っていうのも言って、あ、はいはい、すごいですね。名前何順ですかみたいな。うんうんうん。会ってみて、満劇のホームページ見て。うん。満劇メンバーじゃないですかみたいな。で、まあ一応、そういうふうに、まあヒアリング受けて。そう、だから事務所吉本のどうのこうのとかいうのは、うんうん、芸人さんとして活動するのか、うんうん、ここでは、うん、一松本直也としてそうですねやるのかみたいな。バイトやってんのと同じ感覚でいいですよ、ね、うん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 、契約をしてないんで、うん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 、ただもしこれで俺が受かって、うんうん、なんかやっていって、うん、
仕事を取ったとしても、うんうん、その会社自体がお金を払ってるんじゃないんで、みたいな。うん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 、ギャラを払ってるんじゃない、うんうん、依頼してきた、その、例えば、ナレーションを作りたい会社が、うん、ギャラを払ってるんで、うん、派遣のバイト行ってるみたいな感覚。だから副収入みたいな感じみたいなっていう風な言い方をしてた。あ、別に流れは悪くないですよね、だから。そう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 。ね。もうある、ギリギリまで伏せましたけど、うん、そこら辺ね、うん。でも、そういう風な形でも OK だというのも、許可もらった上で。そういう形でも OK っていうか、そういう形やねんで。うん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 。そういうこと、うん、らしくて。で、ここからが。ここからですよね。で、明日、明後日で、そのプロデューサー、はい、その小太りのおじちゃんと、うん、まあ他また違う何人かで、うんうん、最終、うん、審査みたいなのやって、お合否が決まるみたいな。なるほど。ちょっとドキドキしますね、これ。で、こっからやねんけど。はい。え、まだなんか俺受かったとしても、うん。やめるわ。え？